これより第2クォーターです。これより第2クォーターに入ります。信州大学ファースト、信州大学相手陣22ヤードからファーストアンドゴール、不成功。クォーターバック、ここでプレーアクションから左に展開してレシーバーにパスを投じました。しかしオーバースロー、パス不成功でセカンダウンに変わります。新手大学セカンダウン、新手大学セカンダウンゴール、残り22ヤード。さあここでシフトした、クォーターバックがレシーバーに入った、ここでバックスがクォーターバックに入る、ワイドキャッチ交代者を投入しました。本来のクォーターバックをレシーバーにし、その奇襲という形でフォーメーションを組みましたプレーですが、しかしこれは対応されましてノーゲイン。サーダーに変わります。サーダーアンドゴール、残り21ヤード。パスリフレクト、パス不成功です。クォーターバック下がりまして、その奥に走り込むレシーバーにパスを投じましたが、しかしこの時にディフェンスプレッシャーをかけまして、パスリフレクト、叩き落としましてフォースダウンに変えます。信州大学フォースダウン2ゴール、残り21ヤード。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。交代違反、信州大学5ヤードのペナルティ、フォースダウンを繰り返します。信州大学に交代違反の反則がありました。フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはベンチの人数等には制限はありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっております。これは交代の状況も含めまして11人以下となっています。この反則になりまして5ヤード下がりまして、フォースダウンやり直しという形になります。キッカーは14番、さあ下がりましたが、しかしフィールドゴール狙います。信州大学フィールドゴールトライ43ヤード。フィールドゴールブロック、信州大学フィールドゴールではなくブロックしました。フィールドゴール失敗としました。結果4回目の攻撃失敗という形で、そうで攻撃権はテイクオーバー、変わりまして岐阜大学に変わります。攻守交代、岐阜大学のファーストとなります。しのぎました岐阜大学の攻撃となります。しかしその位置は自陣5ヤード、非常に厳しい位置からの攻撃になります。岐阜大学自陣5ヤードからのファーストダウンテ、ナイスファーストダウン。ここで岐阜大左に動きつきました。タックルを開けましたが、それを引きずるようにして前進しまして、見事攻撃権更新を果たしています。岐阜大学フパスター。さあ1回で攻撃権更新を果たして岐阜大学自陣17ヤードからのファースターで、17ヤード付近からのファースター、見事な攻撃権更新を果たしましたのは岐阜大学9番のプレーヤーだった模様です。
が再び左方向なので、これを超えて投進です。岐阜大学ファスター。キャリアはランニングバック9番。年間の分野の9番の選手の名前が挙がっておりませんので、残念ながら名前の方は申し上げませんが、9番、素晴らしいランを展開しまして、危機的な状況を打開しております。さあ、岐阜大学、自陣28ヤードに上がりましたよ、ファーストアンプ。今度はハンドオフから左オープンを展開しようとしました。しかし今度は信州大学もディフェンスに集まりまして、このゲインを3ヤード程度にとどめております。3ヤードほどのゲイン。フリータイムアウト。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られております。さあレフェリータイムアウトを取りまして試合再開。岐阜大学セカンドダウンセブンで試合再開となります。さあここでレシーバーをモーションしてキャットモーションスイープ。それだけ伸ばしたいい選手をそのまま加速させながら右方向に展開されました。17番スピードによって約6ヤードのゲインと書いています。17番は井本でした。関西高校出身の2回生です。先ほどのはクォーターバック前にトスしましたのでパスという扱いになります。岐阜大学サーダン残り1ヤード。さあこのラン判定どうか。中央ランプリが行われました。ファースタンです。1ヤード突破しております。攻撃権更新ファースタン。この1ヤード中央のランプレーを選択しました。岐阜大学これを6番見事に決めまして攻撃権更新です。岐阜大学ファースタン見事攻撃権更新果たしたのは6番の神田でした。渋沢高校出身の2回生です。大学自陣40ヤードからのファーストダウンテ。これは新州ナイスです。新州大学ここでディフェンスを見せました。ランプレー重なる中左方向展開するところ岐阜大学50番見事にタックルしまして、このランを3ヤードで留めております。岐阜大学のセカンドファーストまで残り約7ヤード。岐阜大学セカンドダウン7。これはナイスプレーです。岐阜大学左サイドへのダウン。今度は6番にハンドオフから左オープン展開剥がせました。しかしこの岐阜大の攻撃を信州対応しましてのゲインサーダーに変えます。ファースタンまで残り約7ヤード。岐阜大学サーダン7。
ランプレーによりここでギフライは再びワイドシーバー17番のジェットモーションからのスイープレー、正確には前パスからのキャッチアンドランを図らせました。ディフェンス信州殺到しましたが、しかしそれを17番回転じわして攻撃権更新です。ギフライアップファスター、ここで攻撃権更新を果たしたのは17番の榎本でした。南山東京出身2回生です。さあリフライ攻撃継続中、相手陣47ヤードからのファーストダウン10。インターセット、ターンオーバー。リフライ攻撃でパスを投げましたが、スローパスを信州大学にディフェンスバック4枚山下君がインターセプト、攻守交代です。ここでパスによって一気に前進を図りましたが、しかしそのパスを取りましたのは岐阜大学、失礼しました、信州大学4番インターセプトにより攻守交代です。攻撃権ダッシュしました、ターンオーバー、信州大学に攻撃があります。見事インターセプトを果たしたのは信州大学4番の山下、若狭高校出身3回生です。さあその攻撃をまず最初のランプレーから入ります。中央に37番飛び込ませまして約3ヤードのゲインを果たしています。果敢なランを展開しましたのは信州大学37番溝口です。静岡北高校出身の3回生です。約3ヤードのゲイン、信州大学セカンダーファースタンまで残り約7ヤード。失敗です。ここでスクリーンパスを展開しようとしましたが、ディフェンスのプレッシャー激しく、このプレー崩されましてパス不成功となっています。新州でサーナーに変わります。ファースタンまで残り約7ヤード。新州大学サーナー7、ボーロン自陣24ヤード。ここで信州あえてランプレーによる突破を図りランニングバックにハンドオフしました。しかしこれを見計らって岐阜大学97番がタックルしフォースダウンに変えます。見事判断しましたのは岐阜大学97番の飯沼です。加納高校出身の3回生です。信州大学フォースダウンパントフォーメーションしています。信州大学フォースダウンセルパントフォーメーションを取ります。このパートリターンを避けて低い弾道にしまして、岐阜大学陣43ヤード付近にとどめました。この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、岐阜大学に攻撃権移ります。岐阜大学自陣43ヤード付近からバスター、岐阜大学自陣43ヤードからバスターアンク。まずランプレー、中央のランプレー、キャリア9番高見中を突破しまして約8ヤードのゲインとします。約9ヤードほどのゲイン。岐阜大学セカンダーファーストランまで残り約1ヤード。岐阜大学セカンダー2、ボーロン相手陣48ヤード。
ナイスラー、ファンスター。反則が発生した。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。左サイドに展開しましたが、反則が発生した模様です。さあ、17番のランで攻撃権更新になったかというところでしたが、この反則は非常に微妙です。気になります。オフェンスの反則です。ホールディング、岐阜大学、51番、10ヤードのペナルティー。セカンドアウトに返します。オフェンスにホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでおりました。10ヤードのバッタイ、先ほどのプレーそのまま無効となりまして、セカンドアウトやり直しとなります。さあ下がりまして、再びセカンドアウトの状況、今度は攻撃権更新、見据えている12ヤード信州大、ここで食い止めることができるでしょうか。岐阜大学セカンダウン、ファーストダウンまで残り約11ヤード。信州大学です。パスのためからラプティを展開しました。クォーターバックとパスに見せたい QB 自らがランによって攻撃前進図るという形を選択しました。しかしそこで信州大学素晴らしいタックルでこのクォーターバックを仕留めまして、サーダーに変えます。万能のタックル、難しいところですが、おそらくは6番の選手でしょうか。素晴らしい対応いたしました。岐阜大学サーダーントゥール、ここでホイッスル。前半残り2分のタイムアウトです。ここで時計に時差がありましたが、前半残り時間2分となりました。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。第2クォーター残り2分になりましたので、ここで今季より国内のアメリカンフットボールが準拠しておりますアメリカカレッジルール NCA ルールに、従来はプロにしか採用がありませんでした。前半後半残り2分間での2分となった際のタイムアウト、2ミニッツウォーニングが採用となりました。従来以上に時間をいかに使うかということが戦術上求められる状況になってまいりました。この残り2分間の時間をうまく活かせるかどうかをかけました点を含めての攻防戦、ぜひご注目ください。タイムアウト終了です。さあ、ツーミッツオーニング解けまして、試合再開。残り約10ヤード。岐阜大学、ディリン41ヤードからサーダントゥール。パス不成功。岐阜大学、パスを投げましたが、パスは失敗。今度は17番にパスを投じました。12番、17番、手には触れましたが、キャッチミス。パス成功でチームタイムアウト。信州大学前半1回目、ここで信州大学信州大学フォースダウンの状況に変わるこのタイミングで、失礼しました、岐阜大学フォースダウンに変わるこのタイミングで信州が前半1回目のタイムアウトを取ります。信州大学が前半1回目のタイムアウト。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。ここでディフェンスである信州がまず前半1回のタイムアウトを行使しました。さあ、タイムアウトを届けまして試合再開。タイムアウト岐阜大学フォースダウンとあるハントフォーメーションを取ります。信州大学はリターナー1番が入っています。ハントフォーメーションを敷いています。さあ、リターン行った、キャリーに展開する。ディフェンスのアグラの中、見事にそれを振り落とす。
自陣35ヤードの地点を確保しました。勇敢なリターンしましたのは信州大学1番の山内です。山内君でした。明星高校出身の3回生です。ボールデッド地点から信州大学ファーストアウト。信州大学自陣34ヤードからのファーストアウト。信州大学自陣34ヤード付近からのファーストアウト。パス不成功。パスは失敗です。ここでクォーターバック8番プレーアクションから右に展開していたレシーバーにパスを投じました。しかしこのパス通らず不成功。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。なおバイパスは失敗しますとボールは元のチームを収め次の攻撃になります。しかし時計も止まります。この点もぜひご注目ください。31秒。岐阜大学セカンドダウンって パス不成功。今度は右奥に走り込んでいくレシーバーにパスを投じました。しかしわずかにオーバースローでパス不成功でサードダウンに変わります。ファーストダウンまで残り10ヤード。前半終了まで残り1分24秒。大石さんのメッセージありがとうございます。今年も岐阜大学外国人プレーヤーいるのかなというメッセージなんですが、メンバー表を見る限りはどうやら、いない模様です。チームタイムアウト。信州大学前半2回目。信州大ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。前半2回目のタイムアウトを取りました。私も大学時代に、後輩たちの中にその、オーストラリアの、留学生がおりまして、1年確か、1年間在籍していた記憶があります。いわゆる外国生の方々は短期留学のケースがありますので、1シーズンないしは長くても2シーズンしかいないというケースも多々あります。さあタイムアウトを解けまして試合再開。信州大学自陣34ヤードからサードダウンテ。87番ディフェンスカバーありましたが見事キャッチしまして攻撃権更新。信州大学ファースター見事果敢にキャッチ決めましたのは87番の伊藤でした。土浦第一高校出身の1回生です。ナタサーさんのメッセージありがとうございます。ここ数年岐阜大学に外国人選手はいなかったので信州大ではないでしょうかというメッセージありがとうございます。ただ信州大学の方にもそのようなお名前の方が見当たりませんので、少なくとも今シーズンはいないということでご了承いただければと思います。さあランプが入った。ナタサーファーサさあ非常に時間厳しい状況ですがあえてランプレーを投入しこれが見事決まりまして攻撃権更新になっております。ただいまフィールド上負傷者が発生しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。新州大フィールド上のクロックは現在回っておりますが、後ほど正確な現時点での時間が表、アナウンス入ると思います。少々お待ちください。
どうやら、フィールド上のクロックにトラブルが発生している模様です。先ほどのプレーでゲームクロックが故障しました。ゲームクロックの動作確認をいたします。時計の、現状の調査をするため一旦試合の方中断入ります。少々お待ちください。審判のルール、先ほどのゲームクロックの故障により前半残り42秒からスタートします。次の時計の掲示はレフェリーのデニー・フォーから時計を掲示いたします。正確には試合の時間そのまま審判が持っているストップウォッチが正式な時間です。フィードはあくまで目視の確認のためにしかありません。従いまして審判団手元にある特定で時計で残り時間42秒で試合再開です。さあしかし中で倒れた時計が回ります。セカンドスリー新秀大プレーできるか。パスを叩きつけ時計を止めます。時間はあくまで参考としてご覧ください。パス失敗です。前半終了まで残り19秒、残り19秒。アナウンスありました時間に訂正いたします。私もそのフィードのクロックを見ながら目視で合わせておりますので正確な時間そのものは確認ができません。この点ご了承ください。信州大サーダン3パス不成功。パスを投げましたがパスは失敗。クォーターバックプレッシャーを受けながらロングパス、しかしこれはコントロールが定まらずパス不成功でフォースダウンに変わります。反則が発生があったようです。ここで反則が発生しておりました。ホールディング信州大77番ペナルティーリクライン。次のダウンは信州大フォースダウン。オフェンスにホールディングの反則がありましたがリクライン、これを取らずダウンを更新しました。従いまして信州大学はフォースダウン最後の1回の攻撃に変わります。プレーの結果フォースダウンとなります。信州大学フォースダウン3。ここでホイッスル。チームタイムアウト。信州大前半3回目。信州大ここで前半最後のタイムアウトを使いました。ここで信州大が前半3回目のタイムアウトを取りました。信州大学フォースダウン、ファーストダウンまで残り約3ヤード、ボールオンは敵陣約32ヤード付近、前半終了まで残り10秒。信州大学フィールドゴールを狙うフォーメーションを敷いています。信州大学タイムアウトでフォースダウン3、フィールドトライです。キックレングス48ヤード。エバダ。このキックは届かず、フィードゴール失敗。フィードゴールは失敗です。攻守変わりまして、岐阜大学に攻撃権移ります。これによって攻守交代、岐阜大学ファースト。前半終了まで残り3秒。
岐阜大学ビクトリーフォーメーションでどうやら時間をこのまま経過させる模様です。2ダウン時計を回します。前半終了、ハーフタイム。ここで前半戦終了となりました。ここで前半が終了しました。ただいまのスコア前半終わりまして、信州大学ワイルドキャッツ0点、岐阜大学ファントム0点、両者無得点で前半戦終了となっております。試合はやはりこれまでの成績有利な岐阜大学がやや押している展開ではありますが、地元の声援あってかディフェンス陣信州大学踏ん張りまして、現在両者無得点の状況で前半戦推移しております。さあこの均衡状態が解けるのは果たしてどちらのチームのきっかけが生まれてのことになるでしょうか。双方ともこれより作戦タイムに入る、ハーフタイムに入ります。前半戦の反省を振り返りまして後半戦の対策を練ります。その答えが果たして正解になるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。